鉱山陣屋表門高山陣屋は、江戸幕府が、飛騨国を直轄領として管理するために設置した、大官所飛騨軍大役所。現在の岐阜県高山市八県庁に置かれた。鉱山陣屋表門と、倉番長屋建物内会議室、陣屋、朝市敷地内の土蔵は、もともと慶長年間に、鉱山城内に建設され、1695年に、 現在地に移築されたものである。建物の屋根は、のしぶき、こけらぶき、石をけちょうくれぶきなど、いずれも板で吹かれている。これは、ひだが雪国であるとともに、木材の生産地であり、当時の河原では、雪で容易に損耗してしまうのに対して、木材は入手が容易であったためとされている。敷地と建物内は、有料で、一般公開され、内部には、 江戸時代の歴史資料などが展示されている。表門の手前では毎日朝市が催されており、高山市内においては宮川朝市と並び陣屋朝市として親しまれている。元来は、日田鉱山藩主であった金森氏の所有する下屋敷だったが、1692年に幕府が日田を直轄領として、以降、稲田忠によって整備され、大干渉として用いられるようになった。 1777年以降は、軍大役所となった。明治維新後は、筑間県鉱山出張所長者として用いられた。1929年には、国の史跡に指定されたものの、様々な公共機関の事務所として利用され続けた。戦後も、県事務所として利用されていたが、1969年に県事務所外転した後、 現存する唯一の陣屋であることから文化財として保存する方針が示された。1996年3月、1830年の絵図をもとに約20億円をかけて、倉番長屋、軍大役宅、奥座敷などが、ほぼ江戸時代の状態にまで復元された。開館時間料金同じ町内にある一本、杉白山神社は神後の神として陣屋稲荷を祀っているが、 白山神社は屋台を持たない神社であるため、屋台行列に参加していない。その代わり、春の鉱山祭開催中の鉱山神社では獅子舞、及び統計学などの祭り行列を鑑賞できる。普段は見学のみで立ち入ることのできない大広間、などにおいて、岐阜県内の代表的な伝統芸能である、地近吹、郡上踊り、文楽、獅子舞などの公演や展示が無料または、 安価に催され、外国人旅行者をはじめとする多くの来場者を楽しませており、郷土の文化発信と文化財の有効活用が図られている、令和元年度、鉱山陣や伝統芸能公園郡上踊り、9月6日、江那文楽、9月7日、国府町金倉寺市、9月8日。ありがとうございます。